何？カメハメハ？ふざけやがって。ということで今回はドラゴンボールコラボで登場したミシック武器カメハメハをご紹介。まず入賞方法は3通りあって、マップに表示されるホイポイカプセル、カメハウスにいるブルマから購入、ドラゴンボール自販機から購入。今のところは以上で、気になる性能、ダメージはというとね、もうね最強。まずキコハの先端ヒットで爆発が起き100ダメ判定、さらにその後のキコハに40ダメの連続ヒット判定。頭にくるぜ。対建築も優秀で、ターボ建築相手でも貫通するし、アーマードオール1枚分ぐらいはぶち抜いちゃう。ただ使用回数3回の使い切りタイプで15秒のクールタイムもあり、さらに撃っている間は硬直があるし、キャンセルもできないので簡単に落とされちゃうんで注意。ふざけやがって。カメハメハの対処法としては、撃っている最中は気候波を大きく動かせないんで、守らずその場から逃げるのがおすすめかな。ちなみにカメハメハで総裁も一応できちゃうのよ。はぁ、ドラゴンボール最高だ。